アロハー、ゆうちゃんです。ということでですね、今日はこのギターの紹介をしようと、リクエストがありましたので、このギターの紹介しようかなと思いまして、ありがとうございます。自分が好きなことはすぐ答えますからね。これはですね、なんという名前、ちょっと調べてからもう一回取り直そう。はい、今日は僕のこのギターを紹介します。ダンエレクトロ、これですね、ダンエレクトロのコンバーティブル、コンバーティブルというモデルの名前ですね。こんな感じです。エレクトリックギターのような、このジャックもついてて、ボリュームとかトーンもついてて、アンプにつなげられるものなんだけど、ピックアップがこことここら辺にもついてるらしくて、アコースティックの音も出せるみたいなね、なんかそういうのよくあるでしょう、そういうやつなんです。一応空洞になってますけど、幅が狭いですし、音はそんなに、大きいやつと比べたらそんなにいい音はしないんですけど、こうやって僕みたいな家だけで弾く人にはちょうどいいんじゃないかなと思って買いました。気に入ってますね。はい、ダンエレクトロ、あんまりすごい人気のメーカーではないんですけど、僕は人と変わったギターを持つのが好きなのでね、はい、これ気に入って買っちゃいました。実はこれの他にもう一個同じモデルで白も持ってます。白、うん、僕の知ってる限りこのギターを知っている有名な方はエリック・クラプトンの師匠である J.J. ケールとか J.J. コールとか、そういう名前の人がいるんですけど、もう死んじゃってますけどね、その人、エリック・クラプトンが歌っているアフターミッドナイトとか、コケインとかはその人の曲なんですね。J.J. コール、ケールかな、コールか、その人がこれの白を使ってたんです。なので僕買っちゃった。そのうちその白も出てくると思いますけど、今日はこれでいきます。この、家で僕ほとんどっていうか 100% 僕家で楽しむ派なので、このジャックをアンプにつなげなくても結構響くアコースティックの音が出ますので、アコースティックギターが弾きたいななんていう時はこれを弾いてます。Today at the reception, da 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 in a hair, da 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 da. 歌詞知らないんだよ。皆さんもギター好きな人がいたら、よかったら
あ、そうだそうだ。これね、一つ言い忘れた。これを買って僕の手元に来た時は、このギターにはエレクトリックギターの弦が張ってありました。ちょっと細いやつ。音あまり良くなかった。で、僕はいろいろ研究して、これに、1弦、012から始まるアコースティックギターの弦をこれに貼りました。音めちゃくちゃ良くなった。はい。エレクトリックギターの弦を貼ると、こういう綺麗な音は出ないです。それじゃあね、バイバーイ。